はじめまして、こんにちは。<laughs> はい、えー、ハロー・プロジェクトで一番おしとやかなグループに所属しているのにアイドル界で一番熱い女、岸本ゆめのです。よろしくお願いします。よっしゃ。ありがとうございます。お願いします。いやもうすでに全身を見せていただいて、あのミッチーさんからこちらへと優しくアテンドしていただきましたので、うん、もうねにいいんだよ。もう第二行っていいよ。すみません。<laughs> あ、すみません。ちょっと。<laughs> 来すぎちゃいました。きすちゃいました。<laughs> えー、私岸本ゆめのがプレゼンするファン祭り企画はこちらです。スペシャルプラスマツリ、えー、STU48 とつばきファクトリーの対バンイベントを BS スカパーにて生中継です。<ー> なんとですね、フォーティエイトグループとハロープロジェクトのグループ二組での対バンというのはですね、史上初の試みなんです。いや対バンっていいね。うん、そうですね。うん、あの夏とかはよく対バンライブとかもあったんですけど、今年はなかなかそれもできなかったので、すごく楽しみですね。いやそうだよね。はい。いや盛り上がるんですよ。僕もアマチュア時代ね、うんはい、あるあの対バンでね、うん、そよそ様のファンを奪うっていうのが好きでした。うん、かっこいい。 奪っちゃうんですね。うん、心をね。スバキファクトリーも STU4D のファンの皆さんの心も奪いたいと思います。よしいぞいぞいぞ。そうやってね、こう競争心というよりも向上心でいこう。はい。ね、高め合います、うん。アイドルに関わらず、とにかくこの応援する、その愛すべき存在っていうのがいるとね、やっぱ違いますよね。そうですね、うん。心の潤いというか。はい。うん、やっぱり気持ちが一番大事だと思います。そうそうそう。ときめきは心の美容液。 ね、いただきましたそうやって及川さんも言ってますので、はい、いろんな方多くの方々をとき,めきときめかせてくださいはいときめかせたいと思いますうんりす、うん、やっぱ衣装の生地がいいもんだって <laughs>、うん、そういう時に来るんでこ,こういう時ねで開いてたちょっと回ってみるんだよそうだよありがとうございました